様こんにちは。はい、今日はこんなバラですね。品種名はですね、イオリと言います。で、和バラとよく、言われている作品群のバラになります。クリーム色の中輪花の房咲きになってですね、秋にはちょっと濃い茶色になるんですけど、すごい綺麗な中輪花を咲かせるバラになります。で、実はこのイオリですが、今年で多分10年目だと思います。一緒に育てていた葵というバラがあってですね、これもなんかくすんだローズピンクですごく綺麗なお花で、めちゃくちゃ気に入ってたんですけど、去年ですね、カミキリムシに入られまして、でカミキリムシって普通入られるとおがくずのようなものを出して気がつくんですが、クラウンの下からどうやら入られたっぽくて、おがくずが出ないので気づかなかったんですね。で、気づいてたら殺虫剤入れて処理できたんですが、気づけないばっかりに枯らしてしまいました。もうめちゃくちゃ残念なんですけど。で、まあ、もう片方のイオリですけれども、イオリは葵のですね、枝代わり品種です。なので特性は葵と一緒で、でシュートもとっても上げやすくて、それほど大型にならずに、とても育てやすいバラなんですね。なんですけど、葵ちゃんがですね、残念なことに枯れちゃったので、どうしようというところですけれども、まあ、これにめげずにですね、イオリの植え替えをしていきたいと思います。はい、じゃあ進めていきます。じゃあ、イオリの株の状態を軽くチェックしていきます。はい、今、樹高はですね、だいたい80センチぐらいですかね。この辺り、去年ベーサルシュートを出してくれました。で、枯れ上がった枝も結構あります。で、葵もイオリもですね、シュートは割とたくさん出してくれて、古い枝を更新してくれる品種でリフレッシュしてくれるので、とっても気分よく育てていました。皆様、カミキリムシだけは本当に気をつけましょう。はい、では剪定していきます。ちょっといびつな形になりましたが、こんなところで。はい、融合剤塗ってきます。トップジンです。はい、塗り終わりました。根鉢を開けていきます。ちょっとこのテラコッタ割れちゃったんで。よいしょ。はい。よいしょ。ラベルを取って、はい。すごくいい感じだと思います。根っこの底面にもちゃんと白根が張ってて、とてもいい感じですね。ちょっと雑草を抜きますね。もうマルチングが薄いと雑草が生えますよね、やっぱりね。地中を取って、はい、いい感じですね。まず肩の土を落としてきます。ここも軽く払ってあげて、
で下も払ってあげて、はい、で根切りをします。はい、こんな感じで大丈夫です。こんな感じですね。はいはい、煮き出しの水につけます。よいしょ。じゃあ土のチェックをしてみましょう。よいしょ。もう見るからにいいですね。はい、当然よいしょ、黄金虫もいませんし、匂いも本当新品のような匂いがしてます。で、あのそうですね、3年ぐらい前から私培養土に積極的にゼオライトを入れるようにしてるんですけど、やっぱりゼオライトがの効果だと思うんですけど、土が腐れた匂いがしないんですね。やっぱり悪い水を、吸着してくれてるんでしょうね。昔私熱帯魚とか飼うのもすごい好きで飼ってたんですけど、熱帯魚のあの水の浄化用の、ろ過剤としてゼオライトってよく使うんですけど、それはアンモニアとかそういうものを吸着してくれて、水をきれいにするというものなんですけど、それと効果は同じだと思います。ずっと過湿になってるとやっぱり水が、腐れて、でその腐った水で根っこが傷んでいくみたいなことが、起こるんだと思っています。じゃあ土を片付けていきます。ちなみにこれ割れちゃったポットなんですけど、これはデローマの10号のスタンダードポットです。容量はそうですね、8リットルぐらいしか入らないと思いますけど、何の飾りっ気もないデザインで割と気に入ってるんですよね。はい、でちょっとこれに植え付けるのはやめてバラ鉢に変更しようかなと思うので、鉢を取ってきます。はい、鉢を取ってきました。10号がこれですね、10号のテラコッタスタンダードポットで、8号のバラローズポットですね。でこっちが15で、根鉢の大きさがこんな感じなんですよね。なので8号だとちょっとですねキツキツになるかなと思うんで、10号のバラ鉢に植え付けてみたいと思います。ただですね、イオリって小型のバラなので、あんまりでかくするとこれまた過湿になるかなという気もするので悩ましいですが、はい、15で行ってみます。で根っこがすごい健康なので多分過湿にはならないと思います。じゃあ培養土作ってきます。はい、培養土を作ってきました。はい、今回鉢底石も引かないでいいかな。はい、引かないでいきます。根っこが健康なので多分大丈夫でしょう。はい、培養土入れてきます。約1リッターぐらい入れます。もうちょい、
はい。発酵油かす。はい。入れます。はい。こんな感じです。で、粒コップですね。はい。二つまみ入れました。はい。土かぶしていきます。じゃあ、根鉢戻しますね。その前にちょっと、さっき切りにくかったところも剪定をしておきます。はい、戻していきます。はい、ちょっともう少し土を入れます。はい、はい、こんな感じで、はい、じゃあ培養土を入れていきます。はい、じゃあ突き込んでいきます。その前に角度を、よいしょ、はい、これで植え付け完了です。よいしょ、支柱を入れます。を止めます。はい、こんな感じですかね。はい、じゃあリキダスでお水あげてきます。はい、お水あげます。よいしょ、はい、植え付けてから2週間後にやった方が絶対いいんですが、地上部の肥料をあげます。本当は、これ70g あげるんですけど、控えめに 50g ぐらいにしました。じゃあマルチングしていきます。バフン堆肥です。よいしょ、はい、じゃあバークチップでマルチングします。はい、マルチング終わりました。はい、いおりですね。ラベル戻しておきます。
はい、2回目の水やりします。はい、じゃあポットきれいにします。はい、これで作業は終了です。今回もバラの植え付けの動画をお届けしました。いかがだったでしょうか。よりはですね、小型のバラですごく綺麗な端正な花を咲かせるんですね。で、家に持って行ってですね、家の切り花にして飾ってもですね、クリザールという薬剤を入れて切り花を楽しむと、そうですね、2週間3週間は平気で、綺麗な姿で咲いてくれます。1ヶ月ぐらいかな、咲いてくれます。で、この和バラのですね、 F&G ロージーズっていうシリーズは、最近はもう一般には流通しないバラになってしまったので、とても残念なんですが、大事に、育てていこうと思います。まだまだ庭の方にF&G ロージーズのバラが何株かあるんですけど、そちらも大切に大切に育てていきたいと思います。拙い喋りで本当申し訳なくて、先日コメントいただいてですね、私はっていうのがすごい会話の中に多いから少なくしたらとアドバイスいただいた人、ありがとうございます。本当に YouTube で喋っていていいのかとちょっと不安になりますが、ご愛顧いただけると幸いです。チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、じゃあもう夕暮れ時になってきたので、この辺で終わりにしたいと思います。またね、バイバーイ。